ばんは。かわいい、ありがとう。こんばんは。髪の毛かわいい、やめみそうやってもらったお姉ちゃんに。売り子やってたんでしょっけ。そう、売り子やってたんですよ。こんばんは。昨日のプロ野球女子か見た。 ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ソルちゃん、ハート3つのやつありがとう。タムタム、クマのやつありがとう。そう、今 YNN さんでみんなキューキーの子とかのやつやってるので、あの激辛のやつなので30分ぐらいしたいと思います。やってなかったので全然。ちら、こんにちは。やっほ、かわいすぎ、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。レイポン激辛いけるタイプ。激辛はちょっと苦手やけど興味はあります。レイポン、こんばんは。レイニャとの写真あげました、もだめで同時に見てる、ごめんなさい、かぶっちゃって。はじめまして、はじめましてじゃないじゃん、また言ってるよ。みゆ、みゆちゃん、ハートフェックありがとう。スノーマンさん、ライブをありがとう。前回壇上見飛ばしてたみたいでごめんなさい、ごめんね本当に。よっちゃん、ライバーをありがとう。ラクセルさん、ライバーをありがとう。さとまさ、ピンクのペンライトありがとう。太鼓かわいい、ありがとう。さとまさ、クマありがとう。信太郎さん、ライバーをありがとう。シノンさん、ライブありがとう。マオリン、ハートありがとう。スノーマンさん、お疲れ、ありがとう。待ってね、星くん、猫、何これ、猫のやつありがとう。ミョンさん、ライブありがとう。猫ラーメンさん、ライブありがとう。つのきち、ピカピカありがとう。つば、あ、バッサー、ハートありがとう。ピロピロヒロシさん、ライバーをありがとう。ルナポヨ、ライバーをありがとう。タイコ、ライバーをありがとう。キョウフミ、ライバーをありがとう。オズマさん、ライバーをありがとう。キョウフミさん、ライバーをありがとう。ZRX さん、ライバーをありがとう。モエさん、ライバーをありがとう。タイコ、タコありがとう。なっちゃん、ライバーをありがとう。ちよちゃん、レインボースターありがとう。太鼓、クマありがとう。ちよちゃん、ライバーをありがとう。ライトワンさん、ライバーをありがとう。正義の味方さん、ライバーをありがとう。ナナさん、ハートありがとう。ハチさんかな、ライバーをありがとう。小雪なさとくん、ライバーをありがとう。トラヒデ、ハートありがとう。はい、ごめんなさい。ハガカツとしていちごのトースト食べてきた、練乳乗ってて、ティラミスといちごトースト、あ、見ました、ありがとう。いちごが大好きなので嬉しい。もっとなんかたくさんおすすめのいちごのお店とかあったら教えてほしいです。今日もかわいいの、ありがとう、嬉しい。グッズの告知画像作ってツイートして、ありがとう、いつもありがとう。動画見てくれた、見たよ、ありがとう。今日も一番可愛い、ありがとう。モバメの編集どうやってますか、届いてるよ、いつもありがとう。長文嬉しいよ。キクヤン、ハート3つのやつありがとう。タムタム、猫のやつありがとう。炭酸せんべい、ライバオありがとう。ピラピラヒロシさん、ハートありがとう。スタバの新しいの飲んだ？スタバの新しいやつ、あのメロンかな？メロン飲んでないんだよ。メロンがあんまり好きじゃなくて。悔しいけど可愛い。うわ、昨日浮気してた人。見た、実は。見学してたからね、公園。レイレイ見せてもらった、ありがとう。ああ、よかった。ありがとう。今日は何をしてたんですか？今日は、あの、誕生日プレゼントを友達からもらって、いただいたの。で、今ここに至ります。一
つもねアイコン貼ってたの、アイコンって書いて書いてなのに見てくれないってことを知ってびっくりした。ん？モバメかな。ポンポンしていい、ポンポンしてくれるの。ハガちゃんとちなみホルモン、ハガちゃんいて、ハガちゃんして、そうハガちゃんっていうさお店がさ難波にあるんですよ実は。そうこんばんは。この間の公演レイポンが一番可愛いで本当にありがとう、嬉しい。レイノンコンビ大好きです。わーやったー、レイノン好きな方多くて嬉しいんです。ユキノンが可愛すぎてよしよしっていつもしてます。同い年の感覚で喋ってるんですけど、ユキノンが私の一個下なので信じられないです。今日スナイドル見たけどレイポン似合いそうな洋服、スナイドルめっちゃ可愛いんですよね、大好きなブランドなんです。多分初見です、何言ってるんですか。ポンポンの交換しやん。試合行こう。まだレイポン公園で見たことないから行きたい。来て、花さん、みそらやっけ、見に来てね。アイコンって書いて画像を貼ってたの、あーそういうこと。そうモメンね画像見れないんですよ。なんか何回か試しで送ってくださった方がいるんですけど、画像なんか写真とかをね、でもなんか表示されなくて見れないんです。ようちゃんハート100個ありがとう。22日はお話し会の後で公演なんだそうなんですよ、ぜひ待ってます。久しぶりなので私、この間昼公演雪のファン多かった、レイポン推しの人も緑ポン、ああそう雪のファンはそう、私昼公演見てたんですけどなんか緑が多かったイメージがあります。一昨日のコナン見た、見れてないんですよ実は。金曜ロードショーです、金曜ロードショーじゃない、そうそう金曜ロードショーですよね、見れてなくて。昨日の公演 DMM で見たけどやっぱりレイポンがいいと思う、嬉しい、そう言ってもらえることが嬉しいです、嬉しい、ありがとう。そうだからショールームをねしたくて、でも YNN さんがあったから昨日は、そうよかったよ。22日の話からレポート出ます、本当にありがとう、待ってます。モバメの絵文字が見れる、モバメの絵文字はなんか文字化けする方もいたりしない方もいたりって感じなんですよね。23日お話しかけてありがとう、待ってるね。だからモバメの返信分かってもらえ、見えてくれ、あいつもありがとう。なんかね名前は表示されるんですよ。そう昨日のユニフォームは自前、昨日のユニフォームはいただきました。昨日22日お話し会の後公園入れたら最高だな、そう22日お話し会の後に17時からなんですよ、なのでぜひ待ってます。久しぶりの公演なのでね、昨日コナン見に行って、うわ悪い、でも多分それいいな。最近あの子より気になってます、そのあの子よりの子よりんよりレイ気になってるって言ってたやん、レイが来てるって言ってたやん前モバメでな。世代交代、公演休み、仕事の休みとなかなか被らない、そうなの。でもねなんか結構最近4月だからお休みの日と全然違うとか、4月だから行けないっていう方も結構聞きます。そう売り越してたのびっくりした、そうなんですよ実は売り越してて私。そっからね野球もっともっとってなりました。実は22日公演切るわと思ったらお話し会とかぶった、そうお話し会とかぶってるんですよね。こんにちは、どうぞどうぞ。なんか来ましたね、こんにちは、ハガタニです、ハガタニです、ハガタニバラです、ハガタニバラです、ハガタニバラです、こんにちは、こんにちは、ハガタニバラです、ハガタニバラです、今考えました。ぜひ押してください、押してください。ハガタニバラ。よくこの3人います。はい、います、います、すいません、今日は実は自撮り棒がなくてですね。そう。ないね。戦ってるんですよ、さっきから。格闘ですか？はい。よくないこれ。これは？ここに立てたら？戦ってるんですよ。こう？でもさ、見て。下アングル。まさかの。
どうしよっかな。今日のアイラインいい感じって褒められた今、嬉しい。トップ3やね、やってキャーキャーこんにちは。さゆ見てるやって。はい。さゆきの名前が増えてました。この方です。はい、こんにちは。見てます。彼女にしたい枠らしいですわ。チーク濃いめなんです実は今日。今日はなんか出てきたぞ。漫画出てきましたわ。マカタンどこやって。どこ？ここです。は早速いじってきた。ジンジン。ジンジンですよ、ジンジン。昨日レイが間違えちゃったんです、巨人の今日。え、嘘でしょ、本当？こんにちは。よかったじゃん。ちょっとやめて、なんかその大きいって言い方さ、うん、なあ、高いって言って、うん、あ、やべ、スカート見えちゃった。キューキーみんな気になる、かわいい、ありがとうございます。更新になってください。スクショタイムです、今のはビッグってことよ。Thank you。 スクショタイムです。 G 切れことありがとうございます。クリーピーおんねん。レイに意地悪してさ、うん、他の人がいじってくる方たち3人、レアの3人だし。あ、確かに3人で配信したことないかもね、うん、パッと置いてっちゃった人と、ハッと置いてきた人です。ハッとクロスハッとそうなんですよ、ちょっとね。ハッとちょっと待って、この辺こうして、そう座ろうよ。ちょっとさ、しんどくない？こうさ、むずいわ。こう上からアングルにしよう。なんか重ねます？じゃあ私も持つよ。やった。じゃあコメント読んでってください。はい。あ、俺は一途だからレイポンだけを育て。よっしゃ、ナイスー。ナイスー。楽しい。むずいな。そのハットをレイポンがお片付けするという流れ。レイポンがナイスすぎて踊りながらずっとどうやって持って帰ろうかなって考えてました。あの時はそう、ほんまにでも落ちたことは気づかなかったんですよ。いや私さ、上で見てさ、うん、上で見てたんですよ。だからそう、びっくりしたよね、帽子落ちた時。ちょうどさ、ゼロ番にさ、そう落ちてたから。そう。で、私が、いや、これ誰拾いに行くんやろと思ったら、まさかのレイポンさんが。さすがのレイポンちゃんが。でもさ、DMM 配信見たらさ、うん、マジで照明とかも当たっててさ、帽子に。そうやね、ほんまに。ここに。やばい、面白かった。やばい。デモデモがやばかった、うん、一応。レジスタンスにも当たってたで、照明。当たってたな、見た。なんかさ、あのツイッターとかでもさ、押してくださってる方がいてさ、え、帽子を、なんかその帽子の、なんていうの、この光が当たってるところを、やばい、スクショして、めっちゃ面白かった。それでさ、レイがさ、持っていくっていうところをスクショしてる人もおった。そうなんや。すごい、帽子軽いんやって。帽子、軽いですね。軽いんですけど、あのピンで留めてもらってて、一応いい、ね、そうなんですよ、うん。私が激しく動きすぎちゃうからちょっとね、あの時はね、しかもなんかこういうダンスとかな、うんうん、いいことよ、激しく動く。ここにいる、ありがとうございます。ね、めっちゃ可愛いよね、うん、入ってきた瞬間思った、これか、歯型にばら、なんかいかつない、いかつない、歯型にばら、どうする、うん、だやもんな。みんな可愛いだって。青原若さんは朝が弱いと思いませんでした。朝が弱いんですよ。そうなんですよ。あの、すいません、人のこと言えないですけど、ね、弱いんですよ。はい、はい、この二人はやばいです。本当にやばい。本当にやばい。中3回成功してるんで、早起き。ちゃうよ、1回ミスってるよ。え、嘘ったっけ？うん、初回。何だっけ？嘘ったっけ？全然。え、これ話していいよね。うん、なんか一緒に訓練しようってなって。うん、この柵から集まって長くやろうってなったしすぎてみんな寝坊するっていう大事件。だってさ、集合時間いつでそう、ね、うん、どうでしょう、おーって答えた、聞かれた時前。あ、そうなんや、うん、ないなことないよ、仲良しだもん。何人でユニットやったら何のユニットかな。でもさ、みんな2個戦いってありそうやね。うわー、バレたな。確かにありそう。
実はですね、やってましょうか。ありがとう。みんなそういう人はジェネチェンのレイちゃん、カモネギの、そういうイメージあるよな、な曲によって、うん、年下なんですか、僕かな多分レイポンや、多分かな、うん、いいだよ、レイポンやね、レイポンが一番だってさ、ツインでさ、よりなんか幼く可愛く見える、確かに。でもなんか、昨日、うん、まこちさんとマイティさんにも動画やんねって言われた、うん、確かに動画、めっちゃ動画、初めて言われたよ。あ、そうなんよ、うん、髪型によってなんか幼さが変わる気がする。よっしゃ、確かに。最後のタンポポの決勝、泣きそうでやばかったです。なー、やばいです、ね、うち私たちも泣きそうやもんね、うん、だってそうよ。この3人でいつかレジスタンス待ってますね。わあ、やってみたい。え、待って、若だけはまだやってみたい。え、でも似合う、めっちゃ似合いそう、似合う、やりたい。うちらはね、うん、もうやったんで、やったんで、やりたいな。公演関係ないけど、なんでやねんアイドルしてほしい。やりたーい、やりたい。好きなんや、はいはいはい。うわ、すげえ、君の名は希望やって。おお、姉妹星かわいすぎた。それな、それな、ガチで、若たんゆか、若ゆか流れ星も、あみゆか流れ星もかわいすぎて、うん、私もあんなも肩身狭いですよ。なんでやねん、なんでよ、もうあんなかわいいコンビがやってしまったもんだから。なんでやねん、それはこっちのセリフよ。レイポンの後にやるからこそのこのな、うん、緊張感がもうやばいから。あ、びっくりした。あ、青谷レイ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 。いそう、いるやん絶対。絶対友達ですか。9期生愉快すぎて好き、ありがとうございます。うわ、すごい、ありがとうございます。3人で威嚇ポーズして、え、これさ結構気に入ってるよな、レイ君。なんかさ、この前見たよ、ソフトクリームこうやってやってたの見たよ、ソフトクリーム。でもね、ちゃうねん、あれな、うん、あの威嚇ポーズが世にさらされる前からしてました、実は。あ、そうそう、あ、うちらの前で。ああ、そういうこと。え、違う、え、ソフトクリームで。あ、そうなの。そう、え、こうやってしててん、ちょっと初耳やわ。そこをカメラで抜いてもらったことがなくて。あ、そうなんや、あの日が初めて抜かれてん。そうなん、知らんかった、知らんかった。見た方はレアです。シャメ撮らせて。スクショですか。いいですよ。待って、アゴピやばい。アゴピ思い出した。アゴピ、アゴ、あ、何これ。え、これは私がちょっとアゴウェイです。私が考えたアゴウェイっていう。待って、なんかアロハになった。なんでなんでなんで。こうして渋谷にせゆき発祥です。はい、これアゴウェイっていうポーズです。お願いします。アゴウェイ、アゴウェイ、これは生きろちょっと、うん、はいはい、アゴウェイでした。アゴウェイでした。あ、面白い。もうあんまよくわかんないですからね。バッティング上手かったな。いやー、ありがとうございます。さすがですよ、動画にしてもらったけど、すごかった。本当にすごい、さすがよ。初バッティングですから、すごい。でも初バッティングで当たるのがすごいわ。フォームを研究して、運動神経がない、いいね、すごい。でも打ち方がちょっとテニス打ちと言われてしまったので。そうなんや、テニス打ちとかはないねん、うん、テニスのように打ってるからテニス打ち。あー、そういうこと。黄色と緑と白の3本振っときましょうか。 あれか、タンポポか、タンポポの景色。うわー、あー、そういうこと。おー、すごい、綿毛と花と、え、茎、聞く、いいね、やば、めっちゃ綺麗、すごい、すごい。思春期のアドレナリンポーズして、あ、見せいいね、はい、じゃん、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。違う、皆さんこんばんは。まほまや、一番正解や。若が言ってたのに若が忘れてた。今あかんわ。おもろいね、みんな。皆さんこんばんは。NMB48 9期研究生です。いちご、いちえを大切に。あ、ずれました。
2ソンの最後は青にしてって言うからキュウギもお願いしてって、ああまでもさいいよな、なんかそう一体感がさ、うん、あっていいよね、うんうん、私もじゃあそれでは最後の曲になります。マジかマジか、急にそれでは聴いてくださいの前に皆さん何何何黄色にしてください。あ、それ言った方がいいよな、タンポポの、これから言おっかこのあれだから温度差大事。それでは最後の曲聴いてくださいの前に皆さんペンライト黄色にしてくれると嬉しいです。めっちゃいい話してるさ、その後にさしてくれると嬉しいです。タンポポの決心、え、怖い怖い怖いやばい怖い、ターでみんな曲始まったらめっちゃにこやかな。そう、そこまでめっちゃ真剣な顔なのに。若嫁にしたい。嬉しい。いや、嫁にしてください。顔。もっとなんかねにこやかにしてよ。わかねえよ。高2に見える。まさかのレより年下ですか。嬉しい。高2に見えますか。高3？そうだよ。やば。あんた高2だよ。やば。やって大人っぽすぎるよな、うん、マジで、うん、やばいんです、ありがとう、すごいよ、32歳かと思う。おーい、それ老けすぎ。42歳か、老けすぎ、あんた老けすぎよそれ老けてないし、コールは聞こえてる、めっちゃ聞こえてるよな、あの想像よりもめっちゃ聞こえてる、うん、雪のん来た、雪ちゃん、雪のん、雪ちゃん、ブキかわいいやばい、ぶきちゃん、ぶきちゃん、アミアヤのアミアヤでハートの独占って見てみたい、見たーい、絶対可愛い、絶対に可愛い、アミアヤが強すぎて、それな、本当に無理、もう泣けてくるよ、あざとい格好す、これか、これあざとくしてるつもりはなかったんですよね、最初実は。ガチでいい感じしてたんですでも全然弱そうやもん、ね、そう弱そう、なんかちょっとさなんか弱いな、さゆさゆの陽キャ感すこそんな陽キャ、私陽キャ、うん、陽キャすぎます、目から明るいね、そう、照れ照れあごめん、あごめん、これさゆさゆポーズにしたらほんまや、ちょっとさ、うん、なんかやばないこれ、なんかそうさゆさゆぽいよ、なんかこれ本当、元気、ゆき、あごえい、さゆき、最悪、なんかさ、途中までさ、もう、さゆき、やばいって、スクショいただき、みんなこれ、は、歯型にバラ、皆さん応援してください、お願いします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 、もうさ、こんなんでブリコできひんよ、このポーズでは頑張っても。ちょっと限界かな、限界、もう限界突破、これはちょっと無理があるな、限界突破よこれ、スクショ祭り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 、やばい、変な始まりました、とりあえずイエイ、とりあえずイエイ、レオルームから来ました、わー、わー、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ようこそ、でさ、私ってさコメント全然追いついてないよね、ごめんね、ちょっといいよいいよ、難しいわやっぱり、ね、難しいよな、コメント見るのはほんまに、ね、ごめんね、いい、3人ともうちの娘になってください、わー、わー、娘にしてください、なっていいんですか、娘にいいですか、いいですか、ガチ22日劇場ゼクシー持っていくから頼むわ、うわー、誰ですか、ね、誰ですか、私ですか、私ですか、私ですか、ださあどっちを、どっち、私、私、はっきりしてよ、次のコメント、はい、この3人で3姉妹ドラマやって、じゃあ長女役はさゆさゆで、はい、オッケー、じゃあ次女役はハガレイで、じゃあ三女役で、三女は無理があるな、でも逆なしかもめっちゃ、うん、なんかまだ長女はまあまあまあ絶対おかしい、ね、もうさ、うん、実際は三女、次女、長女やろ、うん、逆ならんといてそこやめてやめて、本当に、もうなんかびっくりしたよね、うん、びっくり見たいです、ちっ
こいです実は。ちっこくて4対6なんですよね。めっちゃイエベ。やばい、めっちゃイエベなんやけど、どうしよう。ちょ、見て見て見て、ほら。違いますよ、皆さん。最近は毎日みかんを食べてないって。もうなんでそのみかんいっぱい食べるの。食べてないそんな、食べてもさ、背伸びひんよ、みかん食べたちゃん。あんたが言わないで、それ。あんたが、あんたが言うな。めっちゃあるやん。え？めっちゃあるやん。なんで？めっちゃあるやん。おもろ。めっちゃあるやん。乗る。みんなに早く会いたい。ほぼ救急箱になってる。嬉しい。ありがとう。会いに来てね。来てね。そう、救急はお見送りをね。お見送りめっちゃ好きなので。そう。皆さんと目を合わせるので、ぜひ来てください。来てください。お願いします。お願いします。あ、お願いします。平和平和。みかんを食べて、食べてない、食べてないですよ。食べてますよ。いやでも、食べてるよ実際。やから、まあ、食べてるのやろ。正直言ってみ。まあ、食べてますね。食べてます。ちょ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 っと待ってよ。が頑張ってます。コメント、はい、つくように。はい、ごめんね。レイポンの岡島か。富山県民の特徴を言われてる。富山県民の特徴。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。ペンライトもありがとうございます。ありがとうございます。このペンライトの色を選べるっていうのも最近知りました。え、そうなんや。選べるっていうか、なんか多分何個か色あるやんの。あー、そうなん。だからあれか、なんか多分推しメンバーさんカラーにしてね、皆さん。すごわかる。狂気のお見送り楽しすぎる。嬉しい。ありがとうございます。狂気平和すぎる。本当に平和やな。平和です。なんかくだらんことでずっと笑ってるよな、うん、お見送り緊張して声かけられないんです、それは勇気を持って声かけましょう。かけなくてもレイが話しかけるから大丈夫だよ。みんな、でもさ、うんうん、みんなさ、結構話しかけるよな、うん、でもさ、結構さ、レイも、あれ、オタクやったら、無理。あー、緊張する。緊張して。確かに、推しと話すって緊張するよな、うん、緊張します、ね、わかるので大丈夫ですよ。この3人にはお見送り毎回楽しませてもらってます。どうもありがとう。ありがとうございます。キャハン。はい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 、え、みかんを食べているのか、みかんに食べられているのか、そこが難しい。確かに、待って。ちょっと待って。食べられてんのかな。どっち食べられてんじゃん。大丈夫やから。はぁ、あ、そういうことや。え、ちょ、一回さ、一回さ、みんな一回手出してほしい、うん、あの、こっちに。ほら、え、やばない。やっぱ食べられてるんやで。食べられてるって、これは。食べられてるみたい。ちょもれいさ、ガチさ、さゆきとこういういじりをしちゃうんですよ、さゆきの。なんかそうそう、ずっとこれ。ふなかとか言わないでください、ふなかじゃないんで。ガチ、ガチ仲いいです。いつもさ、そういう感じのあるような、うん、ハーミーしてるイメージある、うん、ガチ仲いいです。だってアイスも食べに行ってますから、私たち。アイスの中。そう、はい、アイスの中です。あ、スイーツの中ですね。そうなんですよ。クレープも食べに行ったし、まあ、いろんなとこ行ってますね、レイポンちゃんと。はい。おぉ、スマホケース見たすぎて入れてる。ねえ。こんにちは、こんにちは。平和に持ってけるこの3人のスキル、ありがとうございます。ありがとうございます。お見送りは推しにハートしたくなる。うわ、あ、じゃあレイヤ。いや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 、レイヤで。みんなや。で、おーい、なんで崩壊してくの。アムアム、え、怖いやんけど、食べられた。でもわかったんさ、アミタも食べてるから。まあね、食べ過ぎって。いろんな子を食べますから。怖っ。話すの苦手やから。でも話すの苦手な方はね、あれよな、うん、緊張するよな。じゃあうちらが話しかけるべきよな、うん、こういうの。話しかけてくださいって予防を持っててください。あ、確かに。話しかけて、なんか喋りたいとかあったら、うんうん、全力で話しかけますから。はい。声かけて、いつもヘイヘイが一歩前に出てきて、かわいい、かわいい、かわいい、ヘイヘイ好き。ムーミンかわいい。
どんなスケブだと反応しやすい？なんやろ。なんか何とかしてとかだったら反応しやすいよな。確かに。あとなんやろ。あ、なんか好きな食べ物教えてとか。あ、なんか質問系やったら答えやすいかもね。うんうん、いいね。レイちゃんに緊張されたよって。わ。やだ。うわ。キャッハ。キャッハ。みんなお見送りは貴重やからお見送りしますって言うと。言った時拍手しましょう。はい。お見送りします。お見送りします。すいません、あの片手なんで、すいません。本当だ、さゆさゆみかんに食べられてね、ちょっとさ、マジ悩みなんだけど、どうしよう。でもずっと言ってるよな。え、ずっと言ってる。なんかそう、イエベとブルベっていう肌の色の違いがあるんですよ。うん、で私はイエベなんですね。黄色、うん、黄色、なんて言うんやろ、なああいうのって何、オレンジとかが似合うんですね。うんうんうん、でブルベはピンクとかが似合うんですけど、うん、なんやイエベなんです。イエベ春やな多分。うん、なんやブルベ？ブルベやと思ってたけど、うん、最近イエベってことに気づいた。イエベなのに私こんな黄色いことある？イエベトリオです。え、イエベ春？春かな。春よな。うん、私イエベ秋なんですよ。だからオレンジが似合うんですけど、うん、マジ黄色くて本当にこれ悩みなんで、ちょやば。そうやね。やばいでしょ。イエベアの人形、水色です。でも水色も似合うよ、ね、似合うよ。ありがとう。待って、先生手が黄色いってマジやばいって。ガチこれね、あのネタじゃなくてこれどうする。タンポポの時さ、めっちゃ注目。黄色タンポポやから花に見えるかもしれない。皆さん三角で。そうしようじゃん。いやいやよ、先生の手はタンポポです。やばいって。今度みんなスケッチブックにみかん書いてくる。やばいってやばいってやばいって。じゃあみかんプレゼントしてください。佐伯ファンの方はこれからお見送り会の時は佐伯みかんって言ってスケッチブック出しましょう。やばいやばい、はい、ね、どう反応していいかわからん。あ、一緒や。一緒や、やばい。一緒やばい。ショールームでこの賑やかさなら劇場の楽屋はもっと賑やかですね。はい、はい、めっちゃうるさいよね。やばいです。やばい、本当になんかメイク、なんかメイクの部屋にいてもなんかいろんな声が聞こえてきます。うんうん、叫び声とか笑い声とかめっちゃ聞こえる。めっちゃ聞こえますよ。わかったん、食べ過ぎ注意じゃん。はい、気をつけます。みんな可愛すぎて。いや本当よ、ちょ怖いって。いつかうちらもやられる。いつか食べちゃうかも。じゃあ食べ返そう。食べ返す、食べ返す。まさかのペイポンちゃんに食べられちゃうわ。もがめに分かったの愛を書いといた昨日。え、もし昨日、え、それ読みたい。ダメ、見せてよ。ねえ、書いたんですよね。ほんまに、ほんま、どマジ、うん、見たい。と緊張しすぎていじり倒しそう。うわうわ、それ意地悪ですね。意地悪や、意地悪や、意地悪やね。みかん食べたってスケバーリーありでーす。ありです、ありです。もうそれ書いてたら、うん、あ、佐伯ファンや。あ、でもね、なりますよ。なやねん。だってさ、レイだってね、みんな、あ、佐伯のファンやってなる。まあ確かに。でもここ3人だけじゃない、わかる。確かに他の子わからんからさ、え、この人何書いてるのって思うかもしれないですけど。じゃあ、あの合言葉みかんにしよう。いいよ。オッケーオッケー。じゃあこの3人はやっぱみかんとして生活して、はい、なんかみかんっぽくない。この3人のトリオ名はみかん、みかんです。はがたにばらじゃなくて、みかんです。でもはがたにばらにみかんの絵文字つけてほしいかも。なしなし、ありえない。いいよな、いいよな。え、めっちゃ良くない。はい、はがたにばら、みかんで挟みますか。あ、そうやね、みかん、はがたにばら、みかんで拡散お願いします。お願いします。はい、お見送りみんなからファンサ欲しいけど押しと気まずくならないかしら。あ、確かに、まあ、確かに、まあ、まあちょっとプンプンしちゃいますけど、うん、うん、まあまあ私たちは心が広いのでね、ウェルカムです。え、ダメですか。うん、いいよ。まあ嫉妬なんてしないですけどね。今日のサニーのファッションのポイントは何ですか。イエーイ。じゃあこれはまた公演の MC で。ちょ、やばい。公演は
はさ、もう衣装やからさ。今日の衣装のポイントはいつもさ、衣装やから着てるの。セーラー服で。セーラー服で。アイロンピシッと。みんな一緒。みんな可愛くていつも手振るくらいしかできないけど、お見送り楽しい、嬉しい、ありがとう。そう言っていただけて嬉しいね。めっちゃ嬉しい。お見送り、ハガさんには茶化して後の2人に感想とか伝えようかな。わ、知ってますよ、あなたがツンデレってことはいつものように分かってますんで、ね、ツンデレなんです、この方。あ、そうなんや。ツンデレなんですよ、なんか、うん、なんかボーメンの返信とかは、うん、な何々やん、好きやけどみたいな。あー、ガチツンデレやん、かわいい、かわいい。タンポポも黄色だから再生だけめっちゃ意識高いやばいやばい、めっちゃ恥ずいんやけど。そうち頭から入ってきてやばいって。そう、じゃあもしかしたら私歌ってたらさ、綿毛がさ、ちょっと泡吹いてる。口から綿毛が嫌やな。めっちゃ気持ち悪い。お前さ、次の公演さめっちゃ嫌だ。ちょ、ガチでマジ嫌や、ほんとに無理だ。どうしよう。ガチでさ、うちわとかにみかんつけてる人いそうじゃない、いっぱい。じゃあちょっとつけてください。あ、じゃあ、ハガタニバルのうちわ作ってくれる人募集します。お願いします。そしてあのみかん、あの絵文字つけてください。はい、お願いします。みかん指に回し、指に刺して回しながら応援してもいいですか。このみかんペンライトじゃなくてみかんですか。やばせ、こうやってさペンライト振ったらさ飛んでくる。で私が口でキャッチ。大変な口で交代させろ、パクここで、うん、そこがむずいな。やばいって、ほんとやばい。タンポポでさゆきは手がペンライト、あ、まあそういうことですね。はい、こんな感じです。意識高い系やもんな。もうやばい、ほんとやばい、ほんとやばいな。結局ありなのかよ、みかん。ありです、ありです。さゆきの、あの、もうキャラはみかんです、これから。やばない、変なキャラ定着しすぎじゃん。みかんです、やばいって。で、富山のみかん大使とかになろう。あの、富山さ、みかん、富山はみかんの名産物じゃないよ。富山は何？富山は白エビとかホタルイカよ。食べたい。わー、美味しそう。ホタルイカまた持ってくよか、白エビせんべい。あれめっちゃ美味しかったな。美味しかった、めっちゃ美味しかった、うん、よかった、じゃあ持ってくるよ。食べたい、ありがとう。コンビとかトリオとか多くて覚えられへん。いや、そう、めっちゃケーキ多すぎ、うん、マジでトリオ。変な名前が多いんです、ケーキは。ほんとよ、なんやねん、ハガタニバラって。やばいって、本当に面白い。あ、あ、変えてくれてる、みかん、みかんに挟んでハガタニバラ、ありがとうございます。推しがまだ決まってないのよ。わ、いるやん、いるやん、いるやん。でもいつもね、叫んでくれてるやん。いるやん、いるやん。え、みんなめっちゃハガタニバラ挟んで、あ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。この3人好き、わー、わ、嬉しい、ありがとう。え、待って、じゃあなんかさ、なんかポーズ考えよう、この3人。みかん、あ、じゃあちょっと姉さん、ちょっと、はい、違うやん、片手しか使えないの。じゃあ分かった、2人でやって、こうやって。じゃあ下手、下手、下手。キモいで。じゃあここ、分かった、あ、分かった、分かった。じゃあ2人でこうして、はいはい、見えてないの、見えてない。あ、けけけ、はい、みんなこれお願いします。え、さ、真ん中の人がさ、下手にしようよ、バランス。あ、オッケーオッケー、こうしよう、あ、こう、ちょちょ、下手は、下手は何、あ、こう、謎のこだわりやね、こう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 、はい、で、上に乗せるの、こうやって、はい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 、これです。なんなん、これ、ほんまに。ハガタニバラ、ハガタニバラポーズです。はい、お願いします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 。見送りガッツカントツンデレになろうかな。ガッツいてきてくれる人も好きですよ。おおおおお、口から綿毛は死ぬ、おもろすぎ、あの曲感動の曲だ、やめてよ。でもさ、一人だけさ、わーってやったら、いや、マジやばない、マジやばない。なに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 、一瞬見えたからだ。いや、次行こう。やばいね、もう感動のタンポまで吹いてしまう。ほんまやね、どうしよう、なんか CG とかでいつかつけられたの。じゃあさゆさゆのさ、生誕祭でさ、綿毛の特別めっちゃ嫌やん、本当に無理、怖いやけど。じゃあ今日から三日押しで、まあ、ありがとうございます、ありがとうございます。
え、三河市、あ、せん、あ、違う違う、うちらのことよ、うちらのこと、はがたにばるうちは了解です。え、いいんですか、いいですか、作ってくださるんですか、ありがとうございます、嬉しい。結構ね、はがたにばら、え、多分柴田優之さんのセンターさんにオレンジいっぱいになるかも。え、マジか、私赤が好きなんですけどね、赤、赤ペンライトも、ペンライト赤と緑だよな、うん、でもこれが何、オレンジになるね、オレンジに変わったら、うん、あれ西山、オレンジと赤じゃなかった、うん、西山を変えたんやっけ、黄色と赤や、黄色と赤、うん、ダメですね、オレンジおるよ、ケーキ、ヨシミン、青とオレンジやから、あじゃあヨシミンファンになっちゃいますね。長谷園みたいや、長谷バラ、長谷バラ、確かにイントネーションが似てる、まあ、皆さんいっぱいありがとうございます、ありがとうございます。レイポンはしぐさでネル知ってくれてるのか嬉しい。いますよ、いつもここにあの何ですか、あの LED で、うん、レイポン最高だったよ。嬉しいんですあれが。こだわりの癖。こだわり。下手がかり。下手がかりやばいな。これやろ。ちょっと日本語。しかも裏側これなんですよ。私これなんです。まあね、こういうのって見た目いいやつって裏側見せたらダメなんですよ。なるほど。はい。ね、マジさ、皆さんさ、ほんとタンポポさ、マジ 笑ったらやばいよって、うん、私マジ笑いそうになるんやけど、どうしよう、次の公演で思い出しちゃうやん、いやいや、しかもさ、私姉さんとさ、うん、こうさ、ほら、こうやってなんか連れて行かれるんだけど、そしたら笑いそうなんやけどね、じゃあちょっと手見せてみたいな感じで、はい、皆さんにもこうやって見せるかも。こうやって移動するときにこうやって、いやいや、熱い、しかも手だけ残ってくる、こうやって怒られるよ、先生に、レイポおねだり上手、漢字4文字はいかつよね、それがいかつすぎる、ハガタニバラですか、22日に間に合わせますわ、嬉しい、そう22はね、出まーす、みんなここにいる、出まーす、けーハガタニバラなんかおもろい。ありがとうございます、若田にも名前呼んでもらって嬉しいしね、ね、良きです、お姉ちゃんのモバミ来たやって、あ、あ、本当ですか、ん？何？次行きましょうか。はい。はい。1人が3で、1人が C で、1人がで、ああ、多分三、うん、C か、ん？んが W、ああ、そういうことだ。どういうこと？え？三なんか、うん、こうやろ？うん。ああ、なんかその手を作るってことか。ああ。でだからレイポンが三にして。うん、こうか、こう、ん？当てる？みかん、乗り切ろう、勢いで、顔でな、顔でなんとかする。握手会の抽選が博多にもある例になりますように。確かに次もまた何場式？何場式？前回一緒でしたね、若ね。ね、一緒だったね。最近はまなみんですね。はい、まなみんちゃんです。まなみんちゃんです。まなみんチャンネルからです。さゆまな？さゆまな。違う違う。さゆまな、うん、さゆまな、うん、まなさゆ、うん、さゆまな。違う、なんやろ、新しいグループ名できたんやけどね。グループ名グループ名じゃない。渋平。いやいや、渋いってそれ、西部、西部やばい。好きな四字熟語は歯型にばら、嬉しい、レピレピ、キャハってリアルで初めて聞いたわ。キャハキャハ、なんかさ、ふざけた時に言いたくない、キャハ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 、22日初日メンバーやね、そう、そうですよ、ほんまや、でも私久々に出ることか、天の、うん、ミヘ、マナミンとかミソラとかテンナとかめっちゃ久しぶりに一緒に出るから楽しみ、楽しみ、もうここはさ、もうずっと一緒に出てるから、うん、そんな久しぶり感はないんやけど、マナミンとかめっちゃ久々、楽しみ、楽しみ、谷が真ん中に来ると誰と組んでも長谷園っぽくなるね。じゃあもう私恥じりた方がいいってことですか。
だから例えば、若たんがコヨリンやったら、歯型にガキ、あで、ここがコヨリンやったらガキ、ガキタニバガキタニバ、どういうこと、難しいな、それはちっちゃいな、ヒューキのママとまだ撮ってないママミヤ48グループで雪乃だけ、確かに雪乃さん推しですもん、そうやね、名前からな、まあ、私たちのこともこれからも私たちのことを見続けてくれると嬉しいです。それでは最後の曲聴いてください。の前に願いと黄色にお願いします。タンポポの決心で、先生の分かりで、誰やろう、22日え、あ、言う人、じゃあ、左右左右やったら、待って、これで私やったらマジ笑っちゃいそう、どうしよう、ほんまにすいません、レイも、突っ込まなの前に前にうん、今回も並び方に奇跡起こるかな。でも、この前本当に奇跡だよね、アミアヤが一緒だったり、姉妹が一緒やったり、あれ、やらせなしですから、あ、あの9時ね、すごかったね、本当にみんな一発で聞いてあれだから、マジで何言ったかと思った、アミヤヤバかったな、アミヤヤこっち激アツと思ったもん、うん、初めの2人やったしな、うん、マジヤバかった、アミヤヤの絆は本物ってことですよ、うん、姉妹の絆も、うん、初日よりすごいパフォーマンス期待してるで、任せてください、ちょっとめっちゃごめん、ハードル上げちゃった、ごめん、前のハードル上げてなんぼや、せやね、オッケー、いくぞ、いかついな、当たりますようにって言って、せーの、当たりますように、もうこれでおめでとうございます、当たりました、当たりました、実はレイポンがいっちゃん好き、はい、知ってます、今日も好きなところ楽しみにしてます、私知ってるよ、みんな知ってます、私がだって言ってるもんね、みんな覚えてきてるんです、みんなのファンを、みんなが、はい、うん、はい、覚えてます、覚えてます、レイポンしかもまめ撮ってないよ、イエーイ、レイポン、だってレイポン推しやもん、ぜひ、待ってます、待ってます、次のコメントみんなでホップや、赤くなったらさ梅干しやリンゴ、リンゴ可愛くリンゴでいこう、え、なんか染み込ませてる染み込ませてる、本当に写メ会誰と撮れるか楽しみです、私も楽しみ、写メ会で初めてや、握手会はこの前でどんな感じっていうのは分かったけど、写メ会ってどんな感じか分かんないから、ちょっと緊張です、緊張やね、緊張、タンポポの楽しみが増えた、まあ、え、こっちはマジやばいです、本当に引きずっちゃいそう、私やばいやばいて、の強さとひたむきさ教えられたよ、なぜか目頭が熱くてダメ、これこんなとこでさあ、ごめんねごめんね、やったダメでしょ、まあ、この続きを見たい方は公園に来てくださいこの続きを見たい方は公園でここの下をクリック、はい、リンクからチケットをお願いしますやべこれ憧れちょっと下のあ、これ、はい、ここをクリックしてくださいね、先生と若田のもも目を撮りたい、来てくれてくださいよ、レイノンだけじゃないのねえ、でもね、昨日あのさ、さゆきののさ、画像を乗っけてくれてたの見たよ、ね、ありがとう、レイノンじゃないのねえねえアピール、ねえ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 、次のコメント行こかももう行こか行こか、ほんとごめんなさい、あのたまりにたまってほんとにそれごめんなさいね地味にさ、だって時差あるもん、時差っていうか時差、なんかさっきの会話がここに来てる、うん、確かに、確かによいしょ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 、とりあえずタンポポの前に歯型にばらうちわ見せて、この配信のことを思い出してもらいます、やばい、やばい、笑ってまう、マジやばい、マジやばい、ほんまにやばい、アミアヤのランドセルは今どうなってると思う、えー、もう大切にさしまわれてるんじゃない、ある二人はランドセル
え、私あるよ。富山の家にあるよ。あるかな。レイもある、うん、レイあれやね、おじいちゃんが買ってくれたから、うん、なんかちっこい時は、うん、これを持って地震が来たら逃げるねん。え、かわいい、かわいい。なので置いてあります。レイポン以外のままにとったらおこ言わんくてもわかるやろな。圧やん、圧な。めっちゃ時差あるやばいやばいやばい。誰やねん、嫉妬しないですとかさっき言ってた人は嫉妬しまくっとるやんけ。誰ですか、嫉妬する、誰かな。わかった、おとなしい感じ。おとなしいですか。全然ですよ、全然。わかったんは、はい、レイが、うん、あ、ちょんちょん、レイとお出かけしようって言ってるのに、うん、全然行ってくれない。なんで、いつに行って決めないの、誰。だってさ、私さ、うん、私自分から誘うからめっちゃ行ってくれるよ、姉さん。レイポンからのお誘いを待ってるんだ。そう、お誘い待ちよな、姉さんってお誘い待ちよな、うん、基本お誘い待ちコンビってこと、もしかして、うん、だから、だから、うん、なかなかダメなんだよ。私さ、お誘いする係やから。早く日程決めようよ。決めよう。だってもう早く遊びたい。早く遊ぼう。待って、何色のランドセルだった？レイはなんかローズピンクみたいな、なんか赤とピンクじゃないねんけど、赤とピンクが混ぜた。あ、なんか混じった。あ、何色？茶色。ボイ。え、ボイ。ボイ。なんか、なんやろ、自分で選んだんですけど、うん、なんか茶色にしてて、でもちっちゃい時、低学年の時は赤とかにしたらよかったと思ったんですけど、高学年とかになったら茶色でよかったって思いました。うん、はい。赤です。おー、え、赤？うん、うん、赤よ。ぽい、うん、なんか水色とかそっち系。あ、青とかな、うん、青バラとかな、ほんまに、うん、青、多分青バラ、青バラだからです。青バラ、青バラです。青バラです。ロバネは誰、誰の撮ってるかバレないもんね。うわ、わー、ズルしようとしてるよ。おいおい、悪いですね、はい、悪い。神会で博多にバラの誰かと写真撮りますより、ほんまやー、願ってます。え、マジさ、この3人がさ、本当に同じレーンだったらやばくない？めっちゃおもろいね。じゃあもうみんなでみかんポーズいっぱいしようね。オッケーオッケー、はい、はい、これ、ねえ、あのさ、ちょ、はい、あの、こういいよ、ここだけ見たらいいね、うん、この中のさ、私のここが見えたらめっちゃ嫌かな。ごめんなさい。これ、これね。むずいな。こうかな。うん。あの、上が見えちゃうの。じゃ、なんか、マジ黄色い。やばい。ほんまにやばい。はじめまして。あれ？はじめましてだって。はじめまして。来てくれてありがとうございます。マナミンファンの方ですか？なあ。なあ。え、そうやんね。多分。違うかな。みんな、みんなのファンを把握してるんです。わかった。ウィンクして。あ！わ！やられた。キュン。キュン。超絶かわいい若田クロスでした。ここはレイポンのあれです。すいません、レイポンの、すいません、でこんなことしかも私もなんか真ん中にいて、すいませんすいません、すいません、本当に本当にごめんなさい、ごめんなさい、すいません。とう、ありがとうございます。誰ですか、どなたですか。さが、さがせ、さがせ、さがせ、最悪、さがせ、やばい、さがそ、さがそ、すごいいっぱいだね、いっぱいだね。ないな、どこやろ、あ、これで、これやん、これやん。あ、じゃこれでお願いします。こうだよ、こう。え、あ、こうか、こうか、ごめん、こうか、下手だよ、これ。ごめん、ごめん、あ、ごめん、ごめん、ごめん、あ、ごめん、ペタ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 、あ、こうか。じゃあこうして、じゃあヘタの作り方講座します。はい、まず手を開きます。はい、で、親指とここくっつけて頭に持ってくるだけです。これで一緒に写メ会撮りましょう。はい、撮りましょう。お願いします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 。いけー、何かもまめ3人とも撮ってるけどあんま変身してない。いや、そういや、うわー、全然変身してくれないとダメですよ。待ってます、待ってます、待ってます。毎日の楽しみなので、それだ、返信読むのが楽しみ。だからさ、いっぱいさ、こう届いてるから、うん、嬉しい。寝る前にニヤニヤして、せな、うん、私だって移動中とかめっちゃ見るよ。うん、見る。でも怖い、来ないかな、来ないかなと思って何回も見る、うん、何回も押すよ、うん、何回も押す。鏡餅かな、やって
確かに鏡餅っぽいよな。みかんです。みかんです。下手講座したので皆さんこれでお願いします。これはもう全国共通でいきたいと思います。やばい、全国共通。ハガトニバラは全国世界規模になるので世界規模のね、宇宙規模です。飛び出すぎやろそれは宇宙規模宇宙規模なんで。もう雨編集するのめっちゃ好き。めっちゃいい。ありがとうございます。リーポに編集めっちゃしてるって。知ってます。さゆきちゃんの、さゆきちゃんもまだ編集してない。それ問題ですよ。問題です。レイノン不足やって。うわぁ、毎日ユキノンとラブラブしてんのに。私もラブラブしてる。さっき LINE 切った。してたね、うん、今日のも画面にレイノン載せないと思います。覚えてた。忘れちゃう。レイノン、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 どんどん可愛いです。長文編集しちゃったけど全然大丈夫。全然、あ、また間違えた。長文返信しちゃったけど大丈夫。え、長文ってめっちゃ嬉しくない？なんか思いがめっちゃ伝わるから、うん、なんか長文めっちゃ嬉しいよな、うん、朝か夜のどっちかしか返信できなくて申し訳ない。全然してもらえ、返信をくれるだけで本当に嬉しいよな、ね、嬉しい。タワーケンさんだよ。だってケンさんありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。長かったらやっぱり読まない。え、読みます。え、なんかめっちゃ読みますよ、私も、うんうん、ずっとこうやって眺める、うん、え、一回見てもう見ないとかじゃなくて何回も読むよな、うん、でもね、もばめ写真貼れたらいいのにって思う。あ、そっか。でもさ、結構さ、ツイートしてくださる方いるよな、うん、なんかもばめのあれとかで、うん、そういうので見るよな。まなみ推しじゃなくて、れいおちゃん推し。あー、そうなの。こんにちは、こんにちは、来てくださってありがとうございます。返信は絶対よっつ、よっつ伝えてでも返信めっちゃしてくれたら覚えやすいよな。うん、覚えます。ふゆきちゃん、この間長文クッドで見ましたよ。ありがとうございます。返信するのが毎日ちょっと楽しみ。わー、それは最高。ありがとう、ありがとう。見てますよね、ほんとみんな、うんうん、みんなありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいよな、うん、大好き、うん、ヘイヘイは近くにいない。近くにいないですよ。開業とかされないんだよね。されなんです。されないよね。返信、あー、されないね。確かにされないな。レイポンのモバメあざと。いや、私マジレイポンのモバメ撮りたいの。最近ほんまに撮ろうか悩んでるよ。え、撮っていい？うん、ダメ。なんでや。モバメはメンバーに読まれたくないです。なんでですか。だって二人っきりで話してることをさ、人にさ聞かれていいのねえ。若田も二人っきりで話そうよ。もう私も話したいの、うん、それはだって普段話してるの、うん、次行きましょうかはい、まあ、以上で、メンバー同士のモバメも気になりますよ。私もえ、気になるよな、普通に、うん、みんなの撮りたいもん。若田のね、ご飯事情とか本当にすいません、毎日ご飯とかえ、それは夜に送ってんの？毎日。いや、でも朝食べたものとかも送ったりするかな。夜めっちゃ飯テロちゃう。確かに。しかもさ、夜のさ、なんかご飯時に送られたらいいけど、深夜とかに送られたらマジやばくない？誘惑？なるかもね、うん、誘惑よ。球技のおしましは問題ないなしです。え、嘘やん。え、でもさ、キューキーさ、いろんな方に愛されたら私は嬉しいなって思う。キューキーはなんかキャラかぶりがいないから、確かに押し増しなんか納得するし、うん、レイは箱押し、キューキーファンやったら。いや、私も箱押し、うん、みんな好きよ、私、うん、だって実際好きやし。かわいい。ラブユー、ラブユー、かわいいね、ラブキューキー。モバメの返信、顔文字とか絵文字もちゃんと表示されてる。されてるよな。てる、うん、あ、でもたまに文字化けしてる。あー、確かに。うん、ハテナ&パーセントハテナみたいな。うん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 。まあそれはちょっともう仕方ないよな、うん、悲しいけど。開業されないのはまずいよな。でも開業されてなくても全然読めますよね、うん、読めますよ、読めますよ。朝からモバメ見れるとお仕事頑張ろうってなる。ありがとう、ありがとう。嬉しいね。若姉のモバメ撮っていいですか。撮ってください、撮ってください、撮ってください、撮ってください。プライベートメール、プライベートメール
最近腕大丈夫持たるで。あ、ほんまや。優しい。いや、大丈夫大丈夫。大丈夫。だってさ、私の多分私が持った方が多分一番いい。確かに腕短いからな。ほら、ちょっと。あ、ほんまやほんまやみんな。私めっちゃ長いほら。うわっ、あ、これや。あ、これや。また。この顔した今。真面目なモバメの時も好き。ああ。ありがとうございます。いつも真面目ですよみんな。真面目よ。あれか、熱い思いを書くときってことか。なるほどなるほど。ポンポンじゃなくてプンプン出た。プンプン。プンプンいいの？プンプン伸びてるね。でもレオちゃんレイポンのモバメ撮ってるやん。あ、知ってるんですか皆さん。これ言ったらあかんと思って言ってなかったんですよずっと。みんな知ってるみたいです。レオンは私のモバメとセユキちゃんのモバメとワカタンのモバメとセユちゃんねいっぱいの方のモバメを撮ってますね旧機のだからたまにレオンから返信が来ますはい来ます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 レイポンラブレイターでワカネーとセユキは私はあのそのままワカタンメール花マークですあ、そうだ、私、さゆきメールハートでもね、花ってさ、文字化けせへん、うん、あ、でも、どういうこと、モバメでってことそう、なんか、何、うん、け、なんかなんちゃら版となんちゃら版があるやんかあ、アプリ版みたいなそうどっちかがあれ、うん、手紙マークつけててんな、最初、うん、文字化けするって言われて何も言われたことないかもお花はいけるみたいなんでだろうちょ何なんでだろうじゃあ箱押しでいいですかもう箱押しでも箱押し増やしたよな普通に9期9期お会いしてください、うん、お願いしますお願いしますお願いします皆さんソウルマシンさんの時からレイプ押しやってるすごいすごい子さんですね。ですねめっちゃ子さんやろ。バカも子さんよ、レイポンとさゆさゆの。ありがとう。え、ショールーム見てたよ、審査の時から。私は、レイは誰のも見てなかった。天使ちゃんとロイちゃん。でも名前は知ってたよ。にゃんちゃん、うん、天使ちゃん。天使ちゃんは、うん、もう天使ってうまいこと考えたなと思いましたね、私は。めっちゃおもろい。うまいことって。だって普通さ、104で考えるやん。うんうん、確かに確かに。あ、確かにそう、うまいこと考えたらすごいやろありがとう100でな、100じゃない、うん、10か10で10ってな、すごいな、うん、やろ、英語、急に思いついた3人とも撮りたいな、モバメですか嬉しいぜひぜひぜひお願いしますお願いしますお願いしますトロールやばいあ、トロール私の最近ハマってる絵文字でも最近使ってないけどえ、あれやっけインストールしたら出るやっけうん、オンねんもともとえ、オンのオンねそうなんやで、ようやくアップデートしたよおめでとうイエーイイエーイとしないこれでピンクのハートと水色のハートめっちゃ可愛くない水色可愛い欲しいアップデートしてないのまだまだしてない上手したよ私もようやくした今日しよっかなそう、なんかみんなの、うん、あの新しい文字を使ったらブログとかでもハテナブロックになってるんですねそれがちょっと嫌で、うん、そうハテナブロックになってるだからレイポンさしてたやんか多分アップデート、うん、で新しい文字使ってたから、うん、私してなくてハテナになってる僕もハテナになるああなるやろ、うん、それなってたから変えましたラブレイターはタイトル募集で決まってたなそうなあそうなタイトル募集してたラブレイターってめっちゃいいよなめっちゃいいそう天才な方たちの集まりでしたすごいなあでもさもうささゆきメールでさめっちゃやっちゃってるからさもうそのままの方がいいよな変えずにもうそれがタイトルって感じ、うん、定着してるやつそうやなもういいよそれだまあだってさシンプルっていいよなシンプルイザベストでも私ラブレイターめっちゃ好きよ可愛い、うん、かわいいかわいいも気に入っめっちゃいいなめっちゃいいやんちゃまがなんてもんだ今ちょちょちょなんかさ何読めばいいの待って最近ハートみかんメールあみかんメールにしよう待ってやばいってさゆみかんとかやばいってさ誰かわからんやんわ
かるよ、みかん。かる、うん、いやいや、さゆも。だってこの配信見てない方さ、この配信見てなくて私のファンの方さ、うん、急にさゆきメールがみかんメールになったの。みかん好きだった、みかん。そんなみかん好きなんやな。こんなメール撮ってたっけ。そう。って思い、そう、それで、やばいって。みかん通信、やばい。ハガカツ。ハガカツ、ぜひハガカツしてください。ハガカツ。ハガカツ。今日はロッテリアで、あ、ロッテリアとか言っていいの？どんなんやろ、どんなんやろな、まあ、あのハンバーガー屋さんで照り焼きバーガーを食べてみました。ハガカツやね、ハガカツやな。じゃあ3人のことはみかん箱押しに、あ、え、みかん箱押し、え、めっちゃいいやん。あ、ほんまや、ほんまや、めっちゃよくない？みかんの箱押し、うん、いいね、いい、うまいこと、うまい、めっちゃうまい。じゃあそれにしま、はい、ファンマみかんにしよう。え、もうみかんです。私のあるファンマ、あ、ないよ。でも私でも名前に雪入ってるか、雪だるまかな、何やろ、さゆき、じゃ雪みかんは、雪みかん、雪、雪のみかん、雪のゆか、あの、雪だるまとみかんでさゆき。待って、さゆきちゃんの名前を取っていいかレイポンに聞いてみて。そんなことしちゃっていいんですか。うねー、やばいって。お願いします。取ってあげてください。かわいいので、この子、ありがとう。リンポンちゃん、わかちゃん、まあ分かってるやんな。ちょ、怖い。ほら、まあ、急遽箱推しを増やしたいんでね、うん、場面で結構みんなの素を見れると思うので。確かに、なんか公園じゃ見れんようだな、うん、これが見えそう。そして時々めっちゃ気に入る渋谷。ふっじゃあだってめっちゃよくない、みかん箱、みかん箱、めっちゃよくない、めっちゃいい、うまい、うまい。関西人ですか。ポンポンしてもらってよかったね。キャハ、あ、ごめんなさい、顔隠しちゃって、ごめんなさい。ちょ、レイポン目がマジだよ。何のことかな、やばい、ね、もう誰ワルレイ、歯型にバラさんのみかん、え、誰か、待て、待て、長すぎやし、長谷バラさんみかん箱推しですか、いかつすぎやろ、長谷バラさん、うっ、よ、待て、明日からグッドスプーンさんのカフェやの、ほんまや、スタート、スタートだよな、17日、17、もう明日17です、行きたい、行きたい、ね、自分たちのグッズゲットしたいよな、ほんまに。皆さんぜひ推し活しちゃってください。グッドスプーンさんって。レイさ、こうやってやった時のここの反りやばない？やば。だってここさ、張ってるもん、ここまず。これなんで力入れすぎて。いや、払いよ。うん、払わへん。姉さん、映ってないわ。骨が出てる。しかも逆。あ、張ってるわ。骨、骨出てるわ。こういったら。わかったのメール取っていいですか？撮っていいですか、まあ、分かってるやんな。怖いで、まあ、こんなんノリなので皆さん信じないでくださいね、うん、目が怖いやばい、目がガチとか言われちゃう。もうさゆきちゃんの桃や重いの、それは見てからのお楽しみです。じゃあ撮ろう、え、撮ってみ、撮ってみよ、本人読んでもいいよ。気になるさゆきのメールは、あ、みんなで気になる、ご飯も気になるな。そう、ご飯事情、午後9時49分ですよ、レイポンさん。え、なんて、9時49分です。レイポン何時から始めたっけ。8時半です。え、早っ、1時間緊張すぎてるよ。壇上読みでもしますか。やばいやばい、キャー。あ、じゃあちょっと壇上読み、すみません、壇上読みの時はちょっと失礼します。お礼、お礼よ。あ、お礼、じゃあちょっと、はい、ありがとうございました。ちょっと急にお邪魔しました。お邪魔しました。ぜひ歯型にバラをしてください。じゃあ最後にみかんパスお願いします。じゃあこれ拡散お願いします。はい、これがみかんです。みかんです。ありがとうございました。失礼します。頑張って作業してください。作業します。はい、ではでは。あ、それ友達からのプレゼントなのに、ここにつけてるけど。ではでは、ちょっとギフトも読みつついきたいと思います。下から読んでいきますね。トモ、ハートありがとう。は、久しぶりに来てくれてる、ありがとう。よっちゃん、ハートありがとう。タイコ、ハートありがとう。あとちょっとですね、10時までなのでね。
ようちゃんハートありがとう。やばめっちゃ指映ってる。待って持ってる指映ってる。ようちゃんバラありがとう。ちょっと待ってよ。シュンタピンクのペンライトと黄色のペンライトありがとう。わタンポポや。よっちゃん黄色やからタンポポやん。よっちゃんアイスありがとう。あこれ緑かな。緑のペンライトシュンタありがとう。マー君お手紙ありがとう。太鼓かわいいありがとう。よっちゃんピカピカありがとう。ちょっと待ってね。つなきちレインボースターありがとう。ともお手紙ありがとう。きくちゃんライバーをありがとう。しんちゃんあしんちゃんライバーをありがとう。たっちゃんハートありがとう。よっちゃんバラありがとう。スノーマンさんくまのくま版ってやつありがとう。大君ハートありがとう。しんちゃんくま版ってやつありがとう。つなきちアイスありがとう。さくちゃんさくちゃんやさっききくちゃんって言ってた。さくちゃんライバーありがとう。ちょっと待ってね。よっちゃんグーグーありがとう。まおりんハートありがとう。ソルちゃん3つのやつありがとう。バッサー音符ありがとう。キクヤン花束ありがとう。秀元さんライバーをありがとう。ケイライバーをありがとう。ヨウちゃんかわいいありがとう。タッチュンハートありがとう。ヨッちゃんハートありがとう。そうヨッちゃんハート100個ありがとう。意外とレイポン覚えるの早そう。早いもう覚えてますよあなたのことは。1人になりますとかあそこにおります2人が。ポンポンほんま記憶力やな。もう1回行ってたらね。9月から覚えとるから待っとって。わありがとう。待っとくね。作業ってお掃除。いや違うよ。様子にこうやって。わあ2人のおかげでありがとう。嬉しい。レイポンは見ていた。ありがとう。ではそして時々声でもやめてよ。やめて怒るですぐ。では男女読みしていきます。ちょっと待ってよ。13位からかな。13位しんちゃんありがとう。12位しゅんたありがとう。11位たいこありがとう。10位ともうわありがとう。久しぶりにありがとう。9位しょうまありがとう。8位ようちゃんありがとう。7位ちよちゃんありがとう。6位スノーマンありがとう。5位たっちゅんありがとう。4位たむたむありがとう。3位けんありがとう。2位つのきちありがとう。1位休憩公演はやっぱりレイがゼロポジじゃなきゃダメや思った。ただの人さんありがとう。いつもありがとう。あと5分ぐらいわありがとう。じゃああと5分ぐらい言おうかな。神回だった。うわ神回やったって。やったイエーイ。楽しすぎてうちわの作成がすみませんです。わーいつもありがとう。私がレイポン推しなの分かりますか。わレイポン推しちょっとあれよな、なんか真似した今。言ってないよ。わかねえのも場面取っていいですかやって。いいですよ。なんかいろんな人になんか浮気してるような知ってんでレイ。ほんま。まあいいよ若たん。レイの恋人やから。え？かわいい。恋人やでレイの。どっちがどっち？やったー。じゃあ彼氏。素晴らしい日曜の夜ありがとう。久しぶりにショールーム楽しかった。そう久しぶりに出てきてよかった。ありがとう見に来てくださった皆さん。スクショタイム。では。待ってパシャって言っていきますね。パシャ。パシャ。ポンポンしてほしいなポンしたな。待ってな。待ってもうそれ時間やばいかも。56。あまだ余裕やんけ。よっしゃ。あやばい。危ない。騒いでます。危ない。カメラが落ちるところでした。
ポン中心のポーズ。ピンポン意地悪してごめんね。いいよ、好きな人には意地悪したくなるって言うしね。知ってますよ。リーポンこそ気が重すぎやろ。というかポンポンちょっと待ってね。やべえ、今日はレイの圧がすごかったというコメントを見ましたよ。事故った事故っちゃった。3分ぐらい OK。 だいぶ釣れたな、これは。やだ、浮気なんてしてません。レイポン倒しですわ。ありがとうありがとう。睨んで睨んで睨んだ。レイポンファンの人覚えてて、覚えてるよ。山でもいつか山登りします。富士山登りたい。モバメさっき登録してみました。わあ、ありがとう。怖いからハガさんのモバメ継続するかどうしようかな。え、毎日返信してくれてんのに。ではでは終わりましょうか。終わりましょうかね。来週お話し会は楽しみ、楽しみです。いっぱいお話しましょうね。22はお話し会の後に公演なのでね。企画、企画です。富士山行きたい。そう、富士山行きたいの。楽しく終わった、ありがとうね。こちらこそありがとう、配信楽しかった、ありがとう、大好き、ありがとう。ではでは1時間半ぐらいの長い配信ありがとうございました。お疲れいです。2人ともありがとうね、ありがとう。ではでは終わりたいと思います。バイバーイ。威嚇、威嚇です。富士山行きたい。そう、富士山行きたいの。